って感じです。なんかこことかもグイーみたいなちょっと擬音語ばっかり。皆さんこんにちは、アイリです。今日はですね、ちょっと今日すいません、前撮りだったので今日はメイクしてもらったんですよね、ヘアもね。今はちょっとまとめてもらってるんですけれども、はい、していただきました。しかしですね、今日はこのメイクとかのことではなくてですね、こちらアンドロージー4月号買ってきました。今回はアンドロージーが欲しくて買ったんですけれども、そこにですね、このアルチザンって言ってたんですけど、アルティザンって書いてありますね。そう、ずっと私アルチザンって言ってた、チッて言ってた。そうか、アルティダン、アルティザンのコスメポーチが今回付録に入っていたので、今日はねこれを皆さんと一緒に開けていきたいと思います。はい、それではスタート。すいません、なんかもう今日こんな様子で撮っちゃったんですけど、まあ、ちょっとせっかく綺麗にしてもらったのでたくさん残しておこうと思って、はい、このまま撮影しております。で、今回ですね、アンドロージェの付録に入っていたのがアルティザン&アーティストのコスメポーチっていうんですかね。私昔アルティザン使ってたんですよ。そう、使いやすくて、で今はマックのお気に入りのポーチを使ってるんですけど、あ、ポーチの中身貼っておきますので、よかったらご覧ください。なんですけど、ちょっとねこれに入ってたので、はい、ぜひぜひチェックしたいなと思って、ちょっとカッターが見当たらないので爪でこじ開けます。結構頑丈なんですよね。どうしよう、なんかこのままいけるかな。ちょっとやっぱ刀が持った。そう、アルチザンの、アルチって言っちゃいますけど、アルティザンのコスメポーチいいですよね。本当にすごく人気なポーチだと思います。はい、ではここもなってますけど、おお、あ、結構箱いっぱいに入ってますね。あ、大きい、思ってたより。あ、ちょっとすいません、あ、開いてますけど、しっかりしてる生地がいい、これいいですね。うん、生地がまずすごくしっかりしてる。ほんとちょっとプラダのポーチに近いような生地感です。はい、サイズは縦が 10.5、 横 19.5、 あとマチが7センチです。思ってたより大きいからすごく使いやすそうです。で、少しちょっと光沢のあるサテン生地って言っていいんですかね。なんかサテンよりもすごくしっかりしてますね。で、ここにアルティザンって書いてあります。これあれですね、ここ開けっぱなしで入ってるんですね。なんか閉じてしまってあるかと思ったんですけど、もうガバって開いてました。まずはですね、仕切りが大きく2つになっています。こちらから見ていきましょうかね。こういう感じ、ここには1、2、3、あ、全然手が入らない4つの場所っていうんですかね、入れる場所があります。で、この縁側についてるのは細めですね。で、ここは太めのブラシが入りますね、ここね。マスカラとかアイブロウペンシルとかも入れてもいいですね。で、ここはですね、しっかりビニールが貼ってあります。へー、さすが。で、こちら側ですが、こちら側はこういう感じかな。これはですね、ここにビューラーを引っ掛けて収納することができるそうです。で、ここも透明なポーチなので、小物だったりとかを入れることができますね。これを見るとですね、こんな感じでビューラーを収納することができます。で、もう一つのポーチが、ここまでですね、開くのが。さっきは全部全開したんですけど、180度。こちらは本当にポーチっていう感じですね。で、まずはですね、こちらに大きな収納場所で言うんですかね、収納場所がありまして、ここも3つあります。リップとかを入れられますね。で、このこちら側も2つポケットがあります。すごい、中にねポケットがあるのいいですね。そう、しかも結構開きがいいので、上からも見やすいし入れやすいし、はい、これかなり優秀だなと思います。そう、もう何がいいって持ち手があるのが嬉しい。カバンの中からパッて出せますもんね。あと旅行にもいいなと思いました。一泊旅行の時とかにこれにコスメとかブラシとかも入れて持っていくのもいいなと思いました。はい、
い、ではですね、せっかくなのでいつも使っているこのコスメポーチの中に入っているものを全部こちらに移してみました。余裕で入りました。そう、ちょっとなんかいつもより少なかった気はするんですけど、この中に入ってたものが、でもすごくたっぷり入ります。そう、なんかビューラーはさっきちょっと向こうから持ってきて入れたんですけど、本当にこの入れ方で入るのかなと思ったらスポンって入りました。まず見ていくと、パウダーだったりとか、もうこれはグロスとリップがポンポンって今入れちゃったんですけど、で、パフですね。で、こちら側にファンデーションとリップまた3つ入れてます。そう、でもこれもう全然、めちゃめちゃ入ります、まだ全然。すごい、これすごい、すごいですね、これ。で、こちらはメイクブラシは私あんまり持ち歩かないので、こんな感じに入れてみました。アイライナーとかアイブロウとかですね、ここにちょっと綿棒を入れちゃいましたね。で、こんな感じでビューラー、こんな感じで片方だけ入れて、で、下にハサミと、あとゴムとかブラシを今入れてるんですけど、どうやってビューラー入れるんだろうと思って写真通りに入れて、こんなんで入るのかなと思ったら、簡単に閉じました。はい、ということで、ただいまより、補正チェックやらせていただきたいと思います。見た感じ、結構本当にしっかりした作りなので、これ、二つチャックがあるのいいですね。すいません、補正チェック行く前なんですけど、どちら側も開けられるっていう、素晴らしい。あっちもこっちも行けますね。はい、細かいところをこうやってちゃんとチェックをしなければほとんど気づかないことばっかりなんですけど、チェックしちゃったから、使命みたいなもんです私のなんか荒探しみたいであれなんですけど、ちょこちょこありますのでお伝えしていこうかなと思います。はい、で、まず全体的なミシン目とかですね、わ、すっごく綺麗です。綺麗に作ってあります。こちらのチャックの開閉もですね、とってもスムーズです。気になるといえば、本当に気になるといえばっていう、すごく小さなことなんですけど、中ですね、まずは中です。ちょっとここ、そう、ちょっと破れてるねみたいな、これがちょっとだけ気になっただけでですね、こちら側で、このこちら側に今度行きまして、ほんと細かいんですけど、この端、切れ端みたいのがここで止まってて、これですね、ここまでで布が終わってたり、こちらもなんかちょっと、そうですね、こちらちょっと乱れてるかなっていう感じです。本当に全然使ってたら気にならないんですけど、ちょっぴり乱れてらっしゃる。で、まあ、ちょっとこれは序章みたいなものなんですけど、私が一番ちょっと気になったのが表の部分です。ちょっと伝わるかわからないんですけど、ここはしっかりここあるんですよね。でもなんかここがこっちなんかちょっと潰れちゃってるっていうか、開いても出てこないんですよね。なんかわかりますかね、このそう、こっちとの差です。こっちの差ちょっと違いますよね。こう伸ばしてもなんかここそう、ここに折れ曲がってる感じの、ありますかね、これ、こっち側はすっごい、こういう感じなのに、ここですかね、ここのラインが、ここがなんか折り込んで入っちゃってる感じです、ここね。細かいんですけどね、これね。で、さらにここから下に行くとですね、ここがなんか、こう、キュってここなんか入っちゃってますよね、こことか。ここがキュって、キュって。逆側はですね、綺麗なんですよね。綺麗ですよね、結構ね。まあ、ここもちょっとあれかもしれないですけど、こちら側はすごく綺麗なんですけど、こちら側に来るとなんかもう、キューンって感じです。なんか、こことかも、グイーみたいな。ちょっと、擬音語ばっかなんですけど、まあ、確かにこういう布のこのカーブのね、縫い目っていうのはすごく、大変だし、難しいとこなんだろうなと思うんですけれども、そうですね、こちら側がなんか綺麗にやってあるから、逆にちょっとこちら側が気になっちゃいましたね。はい、ということで今日はですね、アンドロージー4月号の付録をご紹介しました。もう細かすぎる縫製チェックでしたね本当に細かいんですけれども、少しでも参考になったら嬉しいです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。